当然 KTF のチューンドモデルにもこれが搭載されてきます。今までにはないマテリアルの道具、これは今ここでどういうものっていうのはちょっとね深く突っ込んではお話できないんですけど、まあまあまあマグネシウムが OS 社では強く押してますよね。で一般的に知られているのは超長ジュラミ7075っていう素材ですよ。これが、まあ、一般的なリールに搭載されているスプールに使用されている材料なんですけど、現時点での KTF のアルデバンアルファスもこの7075超長ジュラルミンが使われています。これ今現時点で最も強いとされているアルミの素材なんです。でもその上を行くものがもうすでにあるんです。それって比重が軽くて強いってことはさらに低慣性でもっと投げやすい楽に投げれるものができるってことなんです。まあまあまあそんなこともあったりするんでね、進化は止まらないわけですよ。でその進化が止まらない、じゃあ道具についてきゃついてくにもういっぱいいっぱいだっていうのは当然あると思います。僕も趣味の世界では RC を、ね、ラジコンを好きでやってます。毎年新しいシャーシが出てきます。でも何が違うのってパッと見た目には大きな違いはなかったりするんですけど、そのシャーシラジコンってやっぱりより早くコーナーリングするために、より前に出るための加速するためのトラクションを得るためのセッティングだったりっていうものがコンマ1ミリだったりコンマ2ミリのシムで、ね、ワッシャーとかで調整してあげると劇的に変わるんですよ。でそのベースとなるものが明らかに進化してるから、昨年使ってたシャーシよりも早く走れるよね、タイムが出るよね、気持ちよく曲がるよねっていうことになるとやっぱり楽しいわけですよ。でもそれを知っちゃうと前の段階には戻れないのが、これ人間の差がですよ。よりいいもの、楽しいもの、楽なものを知ってしまうと、皆さんの文化生活、僕の文化生活も一緒です。今の生活で例えばですよ、僕はまだスマホ持ってません。本当はねもう持ってなきゃいけないぐらいで、お前まだそんな携帯使ってんのって言われちゃうぐらいすごい携帯実は持ってる使ってるんですけどね、例えばスマホとかあるじゃないですか、ノートパッド、はい、このテクノロジーってやっぱり素晴らしい、使ってない人間が言うのはおかしいんですけどね、素晴らしいと思います。シュッシュッピュッ、これによって今パソコン持たない人ってすごく増えてるし、ね、取れる情報ってガーッ一気に広がってるでしょ。今ここでスマホでこれを今すでに生で流してるわけですよ。どこで見てらっしゃるかわからないけど、これってすごいテクノロジーでしょ。これ多分ね2年前にはこのね、こんな携帯電話を使って生でこういう情報を提供できるっていうことはなかったと思います。これがテクノロジーの進歩なんです。でこれがやっぱり一般的なね皆さんの生活に取り入れられて快適な生活ができるイコール自分の趣味にとってすれば楽に楽しむことができるわけですよ。だから毎年フィッシングショーが行われてこういう製品ができましたよ、どうでしょう。使ってみるまでは疑心暗鬼な部分もあったりするけども、でもこうやって情報として皆さんにこんなのがあるんですよって提供できるだけの素晴らしいものがあるからこそ、例えば僕がここに立って皆さんにこう喋ってる、喋ることができるわけですよ。でそれを納得していただいて、ああなるほど、沢村があそこであんなこと言ってたけども実際に投入してみて、うわ楽しいじゃない、これが本当のベイトタックルでの、ね、釣りの楽しさだっていうのはちょっとでも思い出してもらえれば、僕はそれで最高に嬉しいことだと思います。今まではベイトフィネスの楽しさっていうのはこんなもんだよっていうのを強く説いてきたつもりなんですけど、僕はもうこれからはそうじゃなくて、ベイトタックルでの楽しさっていうのはここまで来てるよっていうのは皆さんに強く申し上げたいんですよ。例えばスピニングの場合には
どんだけ軽いものをピュッと投げようがリールは仕事してくれない、仕事はしてくれてないですよね。ロッドが特にスピニングの場合には仕事する上では重要なタックルです。例えば KTF の60ちょうだい、もう一つ頼んでいいですか。バックヤードにこれの旧モデルがあるんですよ、うん、これ今スピニングの話でちょっと話はずれますけどね、これも要はテクノロジーの一つの進化として見ていただければいいと思います。これ新しいガイドセッティングです。一番手前のガイドがすごくちっちゃいですよね。で、先端に行くにつれてのガイドももちろん小さくなっていく。これ実は同じロットです。同じ60の SL です。皆さんから見て上が旧タイプの、旧タイプっていう言い方はごめんなさいね、前のモデルのガイドセッティングです。ついてる位置が違いますよね、大きさが違いますよね、数が違いますよね。これをすることによって何が起こるかというと、パッと思うこととして多分竿が軽くなってるんだろうなっていうのは皆さんの想像の通りです。で、じゃあデメリットとしては何があるのって言った時に、まあはっきり申し上げます、飛距離は若干ですけども落ちます。それなぜならば小径でガイドの数が増えてる、でスピニングであるがゆえに糸が出てくときにこうスプールから糸が出ていくじゃないですか。でそれってガイドに当たって暴れるわけですよ。でその抵抗が直接最初に当たるガイドにキュッと狭められるがゆえに距離は若干落ちます。じゃあどのぐらい落ちるのって言ったときに、同じキャストを 2g の例えば脳進化のバレットで21だと50頭ずつぐらいはちょっと言い過ぎかもしれないけど、同じ場所に投げ続けて同じロットで同じガイドセッティングで、同じロットで違うガイドセッティングでこれをやらないとその違いって明確に体感できないんですけど、僕はそれをあえてやってるんではっきりどのぐらい違うよっていうのを申し上げられるんですけど、まあわずかこんな程度です。こんな程度しか変わらないです。全体に飛んでる距離としてはまあまあ20メーターです。使っていたラインの太さは 2.5 ポンドです。その時は 2g の21バレットが 2.5 ポンドのこのガイドセッティングで20メーター飛んで、その差はわずか 7、80センチ、平均的にはだいたいそのぐらいでした。だから実調的にはね、その飛距離のデメリットっていうのはほとんど考えていただかなくていいと思うんですよ。じゃあそれ以上にメリットとしてあるのが何かって言ったら、やっぱり先に申し上げたように全体の持った感じがもう軽くなっちゃう。同じブランクなのにこんなに違うのっていうぐらい劇的に変わります。これ今以前の 60SL はバックヤードにしまってましたけど、このステージの後これ聞いていただいている方にはぜひ持っていただきたいので、ここに後で置いときます。同じ 60SL で比較してみてください。こんだけ違うんだよっていうのが新しいガイドセッティングの違いなんです。それをすでに取り入れてきたのがティムコ・フェンウィックがフェイトフィネスって打ち出してきた時から始まっているフィネスガイドセッティングなんです。この今スピニングで搭載されているガイドセッティング、ティムコでは今ウルトラフィネスっていう提案をしているんですけど、これがある根幹ベースにはフェイトフィネスタックルを今までこう開発してきた流れの中で培ってきたフェイトフィネスのフィネスガイドシステムが間違いなくベースになってるんですね。でこれは例えばいろんなメーカーさんでフェイトフィネスのロッドって出てきてます。まあそのメーカーのね、作られる方の開発される方の意向とか思い入れとかってものがあって出来上がってるわけですけど、
ティムコはティムコが推奨する特別なものがあるんです。ブランクの特性はもちろんだけども、そのバリエーション、いろんなニーズに対応できるっていうのもあるんだけれども、その完成度を極めて高くしているのはこのガイドセッティングなんですよ。特にゴールデンウィングは今年から BFS として、ね、ガイドのセッティングも変わったし、グリップも変わっている。そのグリップについて昨日、ね、なんで他のメーカーさんはもっこりトリガーレスがないんですかっていうのを聞かれたんですけどね、これはね、もう一つフェミックのベイトフィネスタックルでの大きな強みとして、自社の金型で作られているグリップなんですよ。これってほとんどのメーカーさんの竿って某 F 社のガイドがついてるんですね。それって某 F 社さんがトリガーレスのグリップを作らない限りは搭載されることはないんですよ。で、まあ一部のメーカーさんではそれをファクトリーチューンしてトリガーを削ってそこまですることのメリットはやっぱりあるわけです。でもそれができるっていうのはフェミックすごいことでしょ。これ金型簡単に作っちゃうんですよ。これ一体何本売れてるのか僕はよく知らないですけど、でもまあまあまあ元は取れてるんでしょうねきっとねでもそういう思ったその開発、使いやすいものができるっていうのはこれフェミックの素晴らしいところでもあるし、僕はそれを使うことができる喜びをすごく強く感じるんですよ。ただプロスタッフだからいいものを、皆さんこんなんできましたよどうでしょうっていうただ提案だけじゃなくて、本当に心からこれは素晴らしい、こんなすごい道具を使えてるっていう、ね、幸せな気持ちを本当に心から伝えたい。でもその気持ち以上に皆さんが楽に楽しんでいただける道具の提案っていうものを僕ができたらいいなって思うんです。多分もうすでにベイトフィネスタックルを導入されている方は今までのベイトフィネスをベイトタックルを使ってきたイメージとはちょっと変わってるっていうのは思うでしょ、理解いただけるはずなんです。あ、楽してるな、楽できてるなっていうのは多分思っていただけると思います。それを実践でやることによってもっと楽しくなるはずです。